月の月刊就活は、御殿場市の勝俣正美市長と対談をさせていただきます。市長、本日はよろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いします。早速なんですけれども、この御殿場市の魅力、一言で言うとどういうところでしょうか。まあ、一言で言いますと、富士山の麓の町、御殿場市です。本当に澄み切った空気、豊富な伏流水、水ですね、そして、非常にこの富士山の恵みを受けて成長してきた町です。御殿場市はそのやっぱり観光者の方も多いと思うんですけれども、一方その高齢化率という視点でいきますと 25.4%、65歳以上の方ですよね。だ全国平均から見るとですね、こう低い中でですね、市長はこの御殿場市の高齢化比率の進捗についてどのようにお考えでしょうか。はい、高齢化率から見ると全国レベルより低いんですけども、やはり最近はですね、高齢者同士で住んでいる世帯、また一人暮らしの高齢者、こういったことがですね、こういう世帯が目立ってまいりまして、非常に高齢化率の進展については感じております。静岡県でですね、その健康寿命の延伸ということで、県独自の取り組みとしてお達者度というですね、物差しがあるということなんですけれども、これはどのような指数でしょうか。はい、これは静岡県が健康圏ということで作っている仕様ですけども、65歳の人がですね、これから本当に自分で自立して、生き生きと健康で暮らせる、あと何年暮らせるかと、そういった仕様でございます。その中でその御殿場市のそのお達者度というのはどういう状況でしょうか。これはですね、本当に、5年連続で女性に関しましては県下で第1位です。5年連続。それで、男性の方もですね、県下で6位という、これは差がない6位ということで、非常にいい指標になっております。そういった中でその高齢者の方がその実際にその暮らしやすいその街づくりというところをですね、目指されているというふうにお聞きしたんですけども、なんかこう具体的な施策とかそういったことはされていらっしゃるのでしょうか。はい、移動手段一つにしましても、バスであるとかタクシーであるとか、こうしたところへのですね、支援補助、それを今手厚く行っております。で、市民の中に、ボランティア活動というのもあるんですけども、そうした買い物であるとか通院であるとか、そうした市民のボランティア活動に対する支援も行っております。で、老人クラブというのがあるんですけども、老人クラブへの支援というのも非常に充実させて、今力を入れているところでございます。実際今回今日のこの対談のきっかけとなったですね、ところとして、その御殿場市でそのエンディングノートをですね、こう導入をされているということなんですけども、このあたりについてはいかがでしょうか。私はもともとですね、やっぱりこの自分の経験もありましてですね、やっぱりこのエンディングノートですね、やっぱりこう人生得た人がですね、最後まで生き生きと自分の意思を表現できるというんですかね、自分らしく生活をできる、そういったエンディングノートについてはですね、非常にやっぱりこれは大事なことであるなと思っておりました。今後その高齢者に向けたですね、さらにこう加えていきたいサービスとか将来についてどのようなことをお考えでしょうか。はい、行政としてですね、やっぱり高齢者に対する施策というのはもちろん第一の大事な施策でございますけども、やはり行政だけではやっぱり限界もあると思いますので、やっぱり市民の方、また地域の方、これがですね、やっぱり高齢者を支えていくという、そういった体制を作っていくことが大事だと思います。そこに対して行政として支援をしていければなと思っております。で、これは市民の方もそうですし、また関係者といいますか、介護施設で働いている人であるとか、医療機関で働いている人、こういった施設がですね、行政と一緒になって、こういう活動をやっていければ、非常にこの高齢化対策というのはですね、充実していくのかなと思っています。市長、今日は本当にありがとうございます。はい、今日お話をお聞きしてですね、やはりこの御殿場市高原都市というふうに言われたりとか、すごく観光都市で多くの方が来られています。今日のお話の中でですね、地方の自治体の方々もですね、いろいろとそのヒントになるようなお話がいろいろとあったと思います。ぜひですね、他の自治体さんもですね、参考になられるんじゃないかなというふうに思いました。市長、本日は本当に今日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。